はい、皆さんこんにちは、原口健人です。はい、今日は K1 12月4日、ちょっと日にちがないんですけど、公開するときには次の日になってると思うんですけど、 K1 大阪大会予想してほしいっていう声が少しだけあったので、撮る予定もなかったんですけど、まあ見たいって言ってくれてる人もいてるんで、まあ撮っていこうかなと思います。で、まあ正直全カードは17カードあるんで厳しいんですけど、まあちょっと楽しみやなっていう試合だけやっていこうかなと思います。まず2試合目、篠原優斗 VS 石田勝樹。はい、これ篠原くんはね、いつも言ってるけど、まあ、友達で同級生で、まあずっとトップ戦線におるけど、なかなか結果出さなあかん時に出せてなくて、まあ、今回はまあ結果出してほしいなと思うし、石田選手は元 K1 甲子園出てるし、アクセルっていう団体一緒やったんですけど、そこの絶対王者でやってて、まあ昔は天才って言われてた人ですね。まあ昔やったら多分石田選手勝ってたと思うんですけど、まあ今はもう篠原くんの方が若いし勢いもあるんで、篠原くんのが勝つかなと思います。じゃあ次5試合目、大沢選手対広木選手。はい、これはもうタイプが真逆な選手ですね。当てさせないスタイルと、まあ、殴り合うスタイルみたいな。でも広木選手最近足も使い始めてるんで、まあ打たれ強いっちゃ打たれ強いですよね。打っちゃいが好きで、うん、ただでもまあ結構前回の大阪も倒されてるし、 YouTube とかではめっちゃ経過逃してるんですけど、まあ、試合がいまいち、K1 に来てからインパクトは残してるけど結果があまりついてきてない印象なんで、うん、まあ今回は広木選手に勝ってほしいかなと思うし、どうなる、逃げ切ったら大沢選手強いかなと思うんですけど、まあでも広木選手の圧力すごいんで逃げることできんのかなと思いますね。いやでも打ち合いになるかなと、まあそうなったら広木選手の勝率の方が高いですよね。うん、広木選手が勝ちで、はい、次トーマ VS 森坂選手。はい、トーマくんはもうめちゃくちゃ強い、もうこれ多分次ベルトに王手かかってるぐらいのめちゃくちゃ強い選手ですね。これはもう難なく多分2ラウンドぐらいでトーマ選手が KO するかなと思いますね。はい、あとは11試合目、これが僕にとってのメインイベントですね。サイクリープレゼンツレオナ・ペタス VS チャーチャイ、マキ・チャーチャイですね。これはサイクリープレゼンツで、まあ、サイクリーさんは僕のスポンサーでもあるし、まあレオナさんはサイクリー仲間で、前回の僕の大阪大会の時も花束くれたりとかして、まあ仲間やと思ってるんで、まあレオナ選手に絶対勝ってもらいたいし、正直レオナ選手はもうタケル選手除いて一番強い K1 で、多分勝てる人いないと思うんで、正直どっちが勝つとかそんなんじゃなくて、レオナ選手が何ラウンドでどう倒すか、もうこれが楽しみですね。もうそこしか見てない。僕の予想ではノーモーションの右ストレートか左ジャブダウンは取るかなと思います。レオナ選手ね、蹴りにパンチ合わせるのめっちゃうまいんで、特にムエタイ選手なんで、ミドルで蹴るときにジャブ伸ばして倒したりとか、それがめちゃくちゃうまいし、あれ教えてほしいなと思いますね、僕にも。はい、ということでレオナ選手が勝ちます。次、まあ、こっからは面白い試合続くかな。アンボルキア VS カイト選手。はい、これはもうルキア選手が1ラウンドで多分終わらせにいくし、終わらせないとあかんかなと思いますね。まあそこは多分大丈夫、ルキア選手は終わらしに行くと思うんで、まあ、左ハイキックとかで終わりそうですね。はい、ルキア選手の勝ちで、16試合目タイトルマッチですね。椿原選手 VS 郡司選手。はい、これがフェザー級のタイトルマッチかな。はい、これもタイプがもう全く違いますね。これこそ違うというか、椿原選手はもう当てさせないの一番上みたいな、郡司選手はもう手数と打ち合いの一番上みたいな感じですよね。郡司選手と新井選手の試合はもう多分ベストバウト、前回のそれぐらい面白かったんで、これこそ打ち合いたい、足使うタイプみたいな。まああれはもうどうなるの、相川選手でも椿原選手のこと捕まえきれんかったから、まあこれも郡司選手厳しいんじゃないかなと思いますね。でもね、椿原選手打ち合いもまあまあ強いんですよね。あんま盛らないんで、
まあ、あとは倒しきる力が出てくればもう多分完璧だと思いますね。まあ、ただこのフェザー級なんですけど、まあ、この2人ももちろんいいし、まあ、どっちかがチャンピオンになるのは間違いないんですけど、まあ、僕的にはやっぱり、まあ、K1 をちょっと盛り上げてきた、まあ、武尊選手除いてまあ昔からの、まあ、僕キックやる前から見てるんですけど、まあ、小沢海斗くん、はい、まあ、海斗くんもサイクリー仲間でそうなんですけど、まあ、海斗くんはやっぱり、まあ、クラッシュとかはね取ってるし、あれやけど K1 はやっぱ未だに取れてないし、フォルツンゼまで行ったけど武尊くんにやられたりとか、まあ若い子が来て若い子に負けたりとかめちゃくちゃ苦労してて、で今やっとまたちょっと上がってきて、だから海斗くんにはこの動ける全盛期の動けるうちに、まあ、タイトルマッチ挑戦してもらいたいし、もちろんそこで勝ってチャンピオンになってほしいですね。うん、僕はやっぱりタケル VS 小沢海斗のあの煽り合いがめっちゃ好きなんで、あの時まだキックやってなかったし、うわおもろいなと思ってもう一応ファンとして見てて、タケル君は結構知ってたからあれやけど、小沢選手って人おんねやみたいな、こんな人おんねやってやっぱここでも初めて思ったし、盛り上げてきた選手なんですよね、 K1 をずっとフェザー級あたりを伝えてきた選手なんで、まあ、その人がやっぱりチャンピオンに なった方が K1 的にも物語があっていいかなと。まあ、山崎選手もバッコン落ちて怪我もあってもうやめるんじゃないかって言われてたけど、またバーンってきて、まあ、あの人もめちゃめちゃ苦労人でだからこそかっこいいですよね。うん、まあ、小沢選手はそれぐらいのポテンシャル持ってるし、いつもね惜しいところまで行くから、もう年内、来年中には、来年か、2022年はタイトルマッチ挑戦して、ぜひともチャンピオンになってもらいたいなと思います。で、メインイベント、木村みのる選手 VS 和島選手。はい、これがみのる選手、K1 ファイナルマッチということで、まあ、K1 引退試合ですね。まあでも、引退してもいいんじゃないかなって、K1 はもう相手おらんし、まあ、ミドル級ではやけど。で、このカード3回目。まあどうなんかなと思うけど、3回目も。まあでも、相手もおらんし、輪島くんも、ミノル君に負けてからずっと勝ち続けてるし、まあ、逆に輪島選手しかおらんかなっていう感じなんで、これも仕方ないことかなと思いますね。うん、まあ、輪島選手めっちゃ強なってるし、まあ、アビラレにも KO で勝ってるし、なんかどうなるかっすよね。1、2回目はボッコボコにされて、KO で1ラウンド。1個怖いのは、まあ、輪島選手がどんだけ、木村選手に対して恐怖心があるか、トラウマがあるか、そこが多分勝負の鍵になってくるかなと思います。まあ予想的にはまたミノル選手がパンチでいくんじゃないかなと思うけど、和島選手が恐怖心なく思い切っていったら全然勝負できるかなと思いますね。気持ち次第、まあ僕は気持ちで負けましたけど、はい、やっぱだからこそ気持ちはほんまに大事だなって思うし、やる前から負けたらあかんなってやっぱね思いましたね。そんな次からそういうこと見せないように僕はめちゃめちゃ努力するんで、はい、関係ない話になりましたけど、はい、こんな感じですね。まあミノル選手 VS 和島選手は、まあミノル選手がまあ2ラウンド後半ぐらいで倒すかなと思います。うん、まあでもせっかく最後なんで、なんかめちゃくちゃ盛り上げてほしいですね。僕ミノル選手大好きなんで、まあ、こんな感じですね。まあ全体的に面白いカードいっぱいあるけど、まあ、注目してるカードはこれぐらいかなっていう感じですね。以上で、まあさらっと、まあ、やるつもりなかったんであんま考えてなかったんですけど、もう急遽やることになったんでこんな感じになりましたけど、まあでも全部楽しみにしてます。うん、僕 K1 もめっちゃ見てるし、全部見てるし、なんなら会場までほとんど行ってるんで、それぐらい格闘技好きやから、やっぱこういう試合はめっちゃモチベーション上がるし、みんなでまた格闘技盛り上げていってもらいたいなと思います。はい、以上。まあこれから YouTube 上げるかどうかも分かんないんですけど、負けちゃってそんなに上げる余裕というか上げる身分でもないんで、まあ、でもこういう格闘技系は少しずつまたいつも通り上げていけたらいいかなと思います。まあ、とりあえずまた次戦も決まったらするんで、皆さん応援よろしくお願いします。じゃあこれで終わります。ありがとうございました。